ADHD と一般人との違い、努力の違い。あー、やっと資料作れた。めちゃくちゃ努力したから褒めてもらえるといいな。あ、部長、これ資料できました。おー、素晴らしい出来だね。ありがとう。あー、やっと資料作れた。めちゃくちゃ努力したから褒めてもらえるといいな。あ、部長、これ資料できました。あー、次からは今回みたいに期限守れよ。あ、はい、気をつけます。それぐらいできて当たり前なんだよな。普通の人にとっては簡単にできるようなことでも ADHD を持っていると努力が必要な場面というものが多く、周りからの評価のギャップに悲しむことがあると思いますが、努力の基準というのは自分が作るものなので、自分が努力をしたと思うのであれば、自分のことをめちゃくちゃ褒めてあげてもいいと思いますよ。